はーい。今日はね、2024年6月9日のね、ドライブ動画を見ながら野外ジョギを始めますからね。まずは嬉しい話からいこうね。あちこちから集まってきてるんだってね。あれよ、ドルフィンポーターとしての活用法、なんかすごいらしいよ。一点やっぱりほら気がつくと、ああそうだそうだっていうのはいっぱいあるんだよね。だからおまかせさんの方もこれからすごく忙しい。あれよ、ドライブ動画はあれよ、続けるんだけど、ドルフィンポーターたちのほらこういう使い方すればいいんじゃないですかっていうあれがずっと溜まってるがね、君たちの中の何人かに話をしたね。あれよあれ、誰をせんないかんわけでもね。この動画で見ていただきたいのはあれ、人が少ないっていうこと。9日の日はね、日曜日だよ。時間で言うとね、3時前ぐらいかな。ここはあれ、ここの前の方は昔県庁があったところだよ。それでまっすぐ行くと城山に行く道に行くんだけど、今日はここ左行くからね。知ってるね、君たちは。鹿児島の人たちは知ってるかもしれない。鹿児島市内の人は知ってるかもしれないけど、左が黎明館ね。黎明館なんだけど、日曜日に限らず、今月だよ、6月。観光客みたいな人誰もいないでしょ。地元の人もいない。ねえ、外に出ないから、みんなが外に出ないから寂しいっていうのは分からないんだよ。鹿児島こんなに寂しかったんですかねっていう人がいない。多かったらね、昨日は多かったよって言うんだろうけど、ほとんどいないでしょうが。これがほら、要するにその鹿児島の現状なんだよ。ねえ、それとね、おまかせさんのリスナーの方にはね、いろんな詳しい方がいるのよ。いるみたいじゃなくて。で、鹿児島の発展がないのは路面バスがいないからだって言われた。路面バス、わかるね。ほんとバスがいないね。ほんで、人手不足、運転手さん不足って言うけれども、逆だって言うよ。バスをどんどん走らせることによって人が集まるって言われる。それはね、常識だっていうね。都市をね、その町を活性化するの。で、右の方がね、五郎門っていうあれで、何億かかけて作ったんだけど、観光客みたいな人誰もいない。さっき言ったみたいに、一般市民も出てこないのよね。だからこれが、だけどそのさっき言ったドルフィンポーターとしての活用法でガラッと変わるっていうのよ。逆に言ったら、ここに人がいないっていうのをどうしたら人がこう溢れるようになるけっていうのを考えたら、ドルフィンポーターとして活用法にあれしたっていうこと。言ってるけど、これはコロナの時代じゃないからね。今月だよ、1ヶ月も経ってないの。ほら、ここ右の方が西郷さんのあれよ、西郷さんの銅像で、左側は中央公園。ほとんどいないでしょう。もうこれはね、ある種のね、ゴーストタウンだって。ここはあれだよ、鹿児島の、今から左に行くけど、市街地よ。こっからね、右の方が照国神社、
6月号でほらすごくガーって人が集まったでしょう。いや、その動画もあるからね、そういうのも見せから、まあこっからがまあ繁華街っていうかね、あ、君たちにも何度も言ったかもしれないけど、鹿児島の繁華街っていうのはちょっと違うのよ、普通の繁華街とね。どういう、狭い、まず狭い、狭いところに持ってきて食べ物を食べさせるところはない。もうこれがね、鹿児島のね、経済が停滞してるね原因らしい。だからほら、ドルフィンポート跡地を活用することによって、その本当で左右を見てごらん。あ、これじゃわからないな、食べ物屋さんがないね。うん、食べ物屋さんがない。もうこれがこの一言に尽きるね。え、尽きるらしい。いや、おまかせさんもね、半年っていうか4、今年の2月ぐらいまではそれに気づかなかったもん。全然気づかなかった。鹿児島市内がこう近代化されていくっていうのは分かったけど、この辺りも見てごらん、その買い物客的な人いない。何度も言うけどね、3時ぐらいだよ、一番こう外出する時間帯。ほら、家で食事をしてね、それから出てきた人とかさ、それからどっかこの天文館あたりで食事をして、それからこう出てくる人っていう感じだけど、いや、ここに人がいるじゃないですかって言われるかもしれないけど、通行人だからね、この人たちはね。要するに買い物客、そういう人がどれくらいいるかっていうののね、あれだけど、あれでしょう、そうね、3ヶ月ぐらい前までだったら、もうこの動画も他の人に見せたくなかったかも、他の県の人っていうかね。いや、だって鹿児島こんなに寂しいのって。で、見てて、今までのこの動画の中で、ここはあれが車通りが多いからね、電車道、バスがいないね、バスがいない、これがね致命的。車社会と思ってるかもしれないけど、車社会のね、はね、もうね終焉を迎えてるみたい。そうだよ、世の中はねどんどん変わっていくわけよ。で、今日はね、いや、今日はねって、この日はね、ちょっと確かめたいことがあったの。ここも少ないでしょう。そしてね、こっからね右の方に行くんだけど、山の口本通りっていう昔にぎわったとこなんだよ。だけど、さっき言うみたいに、にぎわったっていうのと、その辺りで、商売をされてる人が儲かったっていうのはまた別だからね。人通りは多かったけど、そこの辺りでもう、で仕事をしている人で儲かった人はいない。うん、それでね、いや、その度に言うからね、人の姿がないでしょ。こっからね右だった、こっから右、そうそうそう、このところはね、今のこの右手の方がセントラス天文館用の駐車場なんだよ。で、ここのほら車を利用した人がいっぱいいたら、ここにも人通りがあるはずだけど、ここにも人通りがないの。見てて、
だから天文館通りに今のあれは照国通りっていうかな、まあ225号線なんだけど、それから一本内側はこんな状態なの。もともが人がいない。ここもね、だから今日の動画の中で何回言うかね、人がいない。ほんで正面向こうの方はね、ここもだけど、その向こうあれはね、天神お月やピラモードっていうところに続く道だけど、この人がいないっていうことは、その町に魅力がないっていうことよ。魅力があるんだったら集まるからね。で、昔はね、昔の天文館はね、パチンコ屋さんと映画館で持ってたな。まあ君たちの時代とは、俺はもう向こうほとんどいないでしょ、向こうの方もね。それで、パチンコ屋さんはあるけど、あ、ここもほら天文館だよ。天文館電邸。で、左が、セントラス天文館。こっち、それからもうこの、要するにこの辺を天文館っていうの。それとか、この今日は行かないけど、この左側のね、文化通りっていうけど、いないでしょ。で、まっすぐ行くよ。バスを見たけ。バスが来たとしてもね、それに人が乗る、ほら右の方にやっと来たね。人が乗っていないといけない。乗っていないといけない。日曜日だよ、3時ぐらいね。でもね、これがね、要するに人がどれくらい集まるか集めるかっていうのがね、結局そこだったみたいな。それでどうしようかね、もうちょっと行こうか。止まったままだとね、あれだからね。ここはね、高見馬場、町並みは確かにね、綺麗になった。あ、向こうからもバスが来たね。だけどほとんど乗ってないと思う。でもね、大丈夫だよ。この動画の後は、そのドルフィンポートをこういうふうにしたらどうですかっていうやつをね、バン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 上げるからね。そうね、その動画はね、ああ、ほら、今信号待ちをずっとしてる間も人がいないでしょ。なんかクイズに出したいね。今日この動画でおまかせさんは人がいない、寂しい、バスが来ない、何回言ったでしょうっていうぐらい。でも人は気づかないんだよ、自分が外に出てないから。こんなに鹿児島市内がの繁華街だよが寂しいってこと知らない。こっからどう行ったんだったっけ。あ、左側に行ったのか。ここも見てみて、ずーっとね、ほら、いやね、これそれまではね、おまかさんよ、そういうのに目がいかなかったのよ。人がいないとかね、バスがいないとかね、どうしたらいいかなって思ったことないもん。あ、もうちょっとあれ行こうかね。正面に見えるのがね、住宅供給公社かな。そういう鹿児島県で一番最初に高いビルはここだった頃があるんだけどね。ほら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 、人がいないでしょ。はい、ということでですね、この動画はね、この辺りでお開きになるけど、希望があるからね、ドルフィンポーター都市だよ。